管理者になった時にやっぱりこれってどうしようかなって思う判断の時ってあるんですよね。まあ、そういう時に、まあ、やっぱりうちは準理即有やからな、自分も悩むんですよね。こっちの方が楽だし、やっぱりこっち楽して儲かるんだったらこっちって行きたいんですけど、まあ、結果的にそれは最後どっかね悪いことにつながっていくかもしれないんで、まあ、こっちしましょうみたいな形で言ってましたね。まあ、入社した時に一番言われたのが、その人を出し抜いてまでも販売しないということを言われたのがすごいびっくりしたことではありまして、うちの会社の独自の技術で新しいものを作って出していくというところ、繊維については個性が強いと思います。めちゃくちゃ強い切れない糸だったりとか、戦略を練って特許を取ってでその市場に出ていくという、相手を攻撃するのではなくて自ら強くなって生き抜いていくというようなイメージかと思います。うちの会社はこうやでって、で準理即有って言葉を知らない人はうちの会社はいないんで、やろうって言ったらまあそうですねみたいな形で、そうですね、このやっぱり東洋坊のこの理念というかいいところはやっぱりそのチームで動いていったりとか、最近後輩がやっぱできましたので、その辺の考え方っていうのはすごい変わりましたね。なんか若い頃と違って自分たちが何かをしないと何も起こらないっていう世代に入ってきてるんで、上の人はまあ相当いろいろ考えて、その下の子がどれぐらい仕事を持ってるかとかも考えて動いてるんだなということをちょっと身にしみてちょっと感じているところではあります。やっぱりそのずっとついていた上司の考え方がをやっぱ引き継いでると思うので、まあ、それを多分下に引き継いでてると思うんですけども、まあ、そういう人から人へなのかなとは思います。まあ、法人って言いますけど、まあ、人として考えるとき人はどう考えていくかの、まあ、指標がないとか自分の考え方の、まあ、あれがないとちょっと人って進んでいきにくいし判断もしづらい、その要するには準理即有って言葉があって、まあ、判断が最後下されると、最後の拠り所はそこだと思います。はい、ちょっとずっと使うのは無理です何の時の準理即有やったんやろうって思われますよね。なんかね、何回も言ってたらね、何やったっけっていう話だよね。